れの説明させていただきます。リベラルアーツラボという団体が今回運営させていただいているんですけれども、株式会社ゆめみというデジタルプロダクトとかの制作を携わっている開発の会社です。この委員会自体はですね、有志の委員会でやってまして、さまざまな好奇心のアンテナを持つメンバーが、こういった形で専門家の先生を招いて勉強会をさせていただいている社内横断的な組織です。リベラルアーツというのは直訳すると、教養というふうに言われるんですけれども、アフターインターネットの教育の姿というところで、文化時代というふうに言われている今さなかですね、ウィズコロナ時代というふうになってますけれども、自分たちでこう何か生きる指針だったりとか判断する能力だったり、各々の価値観の置きどころっていうのが着目されることが増えてきているかなというふうに思います。そういった中、私たちの、リベラルアーツラボですね、エキスパートの方とともに壮大な雑談を繰り広げていって、皆さんがお持ちの教養っていうところの知識だったり価値観っていうのをアップデートできるっていう場を目指しています。ゆめみ自体は開発系の会社なんですけど、技術とかデザインとかそういった知識の学びっていうところとはちょっと離れていて、なぜその地が今必要なのかっていうところに触れる場であったりとか、それぞれのアイデンティティやフィロソフィーに向き合うきっかけの場、新たな気づきを得られる場というところの創出を目指しています。はい、ちょっと簡単ではありますけれども、じゃあ、早速ですが、今回、シリーズの全部で4回のシリーズで第3回目になり3ます。回目ですね、今は回。い、とういよいとう3よ。回目になってきました。はい。で、ちょうど新著がこの、来週かな、出されるそうですね。ようになるので、今日はその紹介も含めていただこうと思っておりますけれども、今日のテーマは男性性の現在というところで、今野先生、今日もよろしくお願いいたします。しまよろす。しくお願いします。ありがとうございます。紙と私。河野です。よろしくお願いします。ひょっとすると今日から初めていらっしゃるような方もいらっしゃるかなというふうに思いますけども、ちなみに今日ちょっと積極的に、せっかくズームなんで、リアクションボタン、皆さんいきなり喋れっていう、言うのも厳しいでしょうから、リアクションボタンを大いに活用しながら、皆さんの、リアクション早速、こうかなと思ってるところで、もう早速皆さん、そうすでごすいリね、アクションがあさりれがとうござて、います。はい。いっぱいありがとうございます。いろいろちょっと伺って、リアクションで、ボタンで聞いてみようかなと思いますので、まずはそこからぜひご参加くださいというところです。で、質問とかあれば、チャットでもいいですし、後半、声出していただいてもいいですし、どんどんリアクションいただければとても嬉しく思います。はい。それで初めての方に、私は河野慎太郎と申します。専修大学というところで教えてまして、英文学がもともと専門なんですが、そこからちょっといろいろ逸脱して、一言で言うと文化研究というか、カルチュラルスタディーズという分野があるんですが、それをやっているつもりで、広く文化と、社会の関係ということを考えるということをやってる、ものです。はい。それで、時間もあれですので、早速ですね、資料を共有しながら、進めさせていただきたいと思います。はい。大丈夫でしょうか。はい。今回ですね、前回まで2回、女性側というか、女性の話ですね、フェミニズムと、現代というところと、ポピュラーカルチャーの話でずっと来たわけですけれども、後半戦に折り返して、ここから先はですね、ちょっと男性性ということですね、男性の問題ということにお話を進めさせていただきたいと思っております。今日、ちょっと最後まで本当にまたいけるかどうか微妙なんですけど、こんな感じで話を進めていければいいと思います。まずは男性性の問題、もしくは問題としての男性性っていうのはどう考えればいいのかということですね。で、男性性の今っていうのはどうなっているのかっていうのをちょっと考えてみるっていうことと、で、少し過去に戻って、メンズリブと言われるものとか、男性性研究みたいなものがどういうふうに今まで進んできたのかっていう話ですね。で、それからポストフェミニズムと新たなミソジン、ちょっとカタカナがいっぱい入ってますけれども、これが今の私が問題だと考える男性性の問題を表す言葉ということで、これはちょっとそこに着いたときに、たどり着いたときにお話をしていければと思います。で、主に後半戦で、作品ですね、ポピュラーな作品を扱いながら、お話を進めていこうかなと。アナ雪ですとか、鬼滅の刃ですね、だとか、それからビースターズという、漫画とアニメになったものですけれども、この辺の話が、
まあ、あの時間が、まあ、許す限りあのできればなというふうに思っております。はい、それでまずはですね、あのこちらの表紙なんですが、あの来週あの新しいものを出すことになってまして、新しい声を聞く僕たちということで、テーマとしてはその男性性の現在というところを大きなあのテーマとして、やらせていただくと、やらせてあの書いた本です、これを出すということになっております。それで、まあ、男性性がテーマということなんですが、まずですね、まあ、あの前回までフェミニズムという話をしてきて、まあ、フェミニズムというのは女性の権利、なり、まあ、性の間の権利の平等っていうようなことを目指してそういう社会を作ろうっていう動きであるし、まあ、それに基づいているような作品を読む行為っていうのがあるんだよっていう話をあのしてきたと思うんですけれども、あのそのフェミニズムの問題っていうのは、まあ、女性の問題であると、名前からして、考えられがちなんですけれども、まあ、よく言われるのが、そのフェミニズム問題、フェミニズムの問題にするようなことですね、のほとんどは実は男性問題と言えるんじゃないかと、男性側の問題、が大きいんじゃないかということはよく言われることです。で、まあ、その時によく使われるあの比喩って言いましょうか、レトリックとしてこの男らしさの、まあ、鎧を脱ぐっていうね、まあ、この表紙がそこから来てるんですけど、鎧っていうあのボロボロの鎧ですけどね、あの鎧を脱ぐというようなあのレトリックというのをよく、使われます。でこれ、この後ジェンダーという話をあのしたいと思いますけれども、あのジェンダーという考え方をもとに男性ということを考えるという話になってくるんですが、まあ、あのこの鎧を脱ぐっていうあの比喩は分かりやすいと分かりやすいと思います。男性っていうのはこうあの男らしさというガチッとした、身を守る、人をもしくは人を威嚇するような鎧を、身にまとっていて、で、それをこう脱いでそこから自由になっていって、あの人を差別するようなこともせずにという、そういう主体を手に入れましょうという話なわけですけれども、まあ、この本で何て言うんでしょうね、すごく大きく問題にしたかったのは、そのこと自体はまあ重要です。その鎧、どうやって鎧を脱ぐかということはすごく重要だとは思うんですけれども、どうしてもこう脱げない、もしくは脱ぎ方がわからないみたいな人たちがいっぱい出てくると思うんですよね、実際出てきてると思うんです。で、その時に、まあ、やっぱりこうあのただ脱げということではなくて、脱いだ後に何が残るのかっていう、あのどうなるのかっていう、そこまでちょっと考えていかない と、脱ごうにも脱ぎようがないみたいな人が出てくるんじゃないかっていうことですよね、その辺をちょっとこうあの少し考えていきたかったっていうのがこの本の根本的なあの動機に、あります。で、それを考えるためには、じゃあ今がどうなっているのかと、今男性というのはどうなっているのかというようなことですよね、これをあのこれまでとは違う形でちょっと考えて、まあ固い言葉で言うと現状認識ですよね、をして、でそこからこうスタートしていくということが必要だろうというふうに、考えました。で、そこでですね、まあ、これ前回まで、来てくださった皆さんにはあれですね、あの言葉としては導入してますけれども、あのポストフェミニズムという状況ですね、その下で、まあ、これポストフェミニズムなんで、まあ、女性の話でしたね前回まで、女性の現状っていうのを表すための言葉だったんですけど、そこでこう男性がどうなってるかということを考えていくことが必要だろうと、時代や文化による男性性の変化っていうのを繊細に見る必要があるだろうということで、まあ、そこで重要になるであろう言葉が、まあ、ジェンダーという言葉だと思います。まあ、今日あの来てくださってる皆さん、早速使ってみましょうか。ちょっとリアクションボタンで、あのジェンダーっていう言葉よく知ってますよっていう人ですね、あの手を挙げるなり、グッドボタンなり押していただけると嬉しいです。いかがでしょう。まあ、だいぶ上がってますから。これ一覧で見れないですかね。一覧で見るのは難しいか。とか見たら数字が見えます。はい。あ、ごめんなさい。どこ見ればいいですか。参加者ってとこ先生見れます。参加者。あ、ここですね。はい、ただちょっとこう。はいはい。見れました。すぐシューンと落ちてますね。はい。瞬間最大、はい、的なものしか見えません、ね。はい。はい。わかりました。はい。ジェンダーですね。あまりこう馴染みのない方もいらっしゃるようなので、ご説明いたしますが、
まあ、ジェンダーとしての男性性というか書き方を今してますけれども、男性性をジェンダーとして見るというのはどういうことかということです。で、このジェンダーという概念は、この対立概念が下に書いてあるセックスです。セックスとジェンダーというものが対立概念です。で、これ、まあ、細かいことを言い始めるとすごくいろいろあるんですけど、とりあえずの説明としては、生物学的な性差というのはセックスであると。という意味での、性差であると。でそれに対してこのジェンダーというのは、まあ、社会的な性差ということですね。もしくは後天的と言ってもいいかもしれませんけど、後天的に社会的に作り上げられた性差ということですね。なので、まあ、簡単に言うとジェンダーって男らしさとか女らしさとかね、そういう話ですね。で、まあ、そのこの区分自体にはいろいろあって、まあ、人によってはひょっとすると、男らしさ、で後から社会的に作られたものであるというはずの男らしさとか女らしさも、もともとのこの生物学的な性差から生じてるんだよみたいな説明をしてしまう人もいるし、いやそうじゃないと、生物学的な性差とは関係なく社会的に作り上げられたものであって、だからこそ変えることができるんだということですね、というような説明をする人もいるということで、まあ、そのどこまでがこの生物学的な性差で、どこからが社会的な性差かと、まあ、場合によっては生物学的な性差、が本当の意味で存在するのかどうかみたいなね、そこまでの議論っていうのが実はあったりするんですけども、まあ、その、いろいろ細かいことは置いといて、とりあえずの、説明としては生物学的な性差と、まあ、社会的とか文化的だったり後天的な性差ってことで、まあ、ジェンダーというふうに考えていただければいいかなと思います。ですから、まあ、ポイントとしては変えられ作られたものであるがゆえに変えることはできると。まあ、これもちょっと先取りすると変えることはできるんだけど、やっぱりなかなか変えられないという、そこがポイントになるとは思うんですが、そういうジェンダーという概念ですね、これを編み出したのが、前そこまで行ったかどうか覚えていませんが、第二波フェミニズムあたり の成果だったって話を前にしたかもしれません。はい。で、まあ、このジェンダーとしての男性性ってことですよね、に関する議論っていうのがもうずっとやっぱりありまして、で、今度ですね、ちょっと記念碑的な本が翻訳が出るので紹介しておきたいんですけれども、まあ、ただこれですね、ちょっと研究者以外 の方に読めっていうのは辛いかなっていう本ではあります。内容的にそうだっていう部分もあるんですけど、値段が9,000円ぐらいするかなそういう本になるので、もうすぐ翻訳は出ますが、レイウィン・コンネルという人の、マスキュリニティーズという、まあ、複数形 の男性性ってことですね、という本で、まあ、これ、出たのは90年代半ばかな、初頭だったかな、90年代で、まあ、相当に古い本といえば古い本なんですけど、ずっと男性学とか男性性研究では参照され続けた本です。で、残念ながら翻訳はなかったんですね。ずっと英語で翻訳はなくて、ついに最近翻訳が出たと。まあ、この翻訳が出たこと自体が後で言いますけど、最近 のやっぱり男性性に関する関心の高まりを表しているのかなと思うところであるますけれども、まあ、ちょっと深い関心をお持ちの方はこの本はちょっとチェックしていただけるといいかなと思います。で、この本参照しながら話は進めますが、ほとんど話としてはこの後に書いてありますヘゲモニー的な男性性、もしくは従属的な男性性っていうこの本の中で言われている概念ですね、これだけをちょっと参照していきたいと思います。で、ヘゲモニーって、まあ、訳せば覇権っていうことですけれども、この本は、まあ、要するに男性性っていうのは社会的にジェンダーであると、社会的に作られていると。で、作られている以上、まあ、さっき変化させられると言いましたけども、変化するわけですね。で、何によって変化するかっていう と、時代とか、文化とか、によって変化するということになると思います。まあ、社会とかによって変化してくると。で、まあ、この本タイトルがさっき言ったようにマスキュリニティーズと複数形ですね、複数形の男性性という、複数形になっているのはすごく重要で、まあ、一つの主張としては常にこのある文化とか社会とかの中の男性性というのは複数であると、単数ではないということですね。いろんな男性性があると。で、いろんな男性性があるんだけども、それが横に並んでて平等に存在しているというわけではなくて、このヘゲモニーですね、ある種類の男性性がこう力を持って覇権を握ると
こういう男性性が一番素晴らしい男性性ですよっていうようなことが時代によって生じてくると。でそうすると当然に、その反面従属的なヘゲモニーを握れない、男性性でも出てくるっていうことで、まあ、そんなに難しい話ではないとしていきますけれども、そういう形でこう男性性がヘゲモニーの取り合いをしながらこう変化していくということですね。で今我々が、男性性男らしさって思い込んでいるようなものっていうのも、まあ、ひょっとすると同じ日本でも10年前20年前を見たらもう全然違ってたかもしれないし、この後どんどん変わるかもしれないということですね。これをこう考えることを可能にしてくれたっていう本かなというふうに、思ってます。はい。で、これが考え方のベースですね。男性性が変わるんだと、でどう変わってるかっていうのをまず認識するのは結構大変だと思いますね。どういうふうに変わってきて、今このヘゲモニー的な覇権的になっている男性性というのは一体何なのかっていうことですね。それ自体をこう認識する作業だけでも結構大変、だなというふうに思います。で、まあ、最初に私言いました文化研究をやってるってことで、私はその社会科学的になんか例えばアンケート調査をして、でその結果今支配的な男性性はこれみたいな話をするような学問をやってなくて、基本的に物語作品ですね、これを見ながら、まあ、ある意味見事に今の男性性の問題なんかをこう表現したり、それに何らかこう変化を加えているような、変更を加えているような作品をこう読み解いていくという形で、男性性とかジェンダーについて語っていくということをしております。でというわけで今回もそれをしたいんですが、先ほど今度出版するという本ですね、新しい声聞く僕たちの、まあ、今日はちょっとその中からいろいろつまみ食いって感じでお話を、していくんですけれども、それの出発点にさせていただいているのはこちらの漫画です。怪獣8号という、まあ、今ジャンププラスというネット上で無料、全部無料で読めるでしたっけ、もので連載が続いている作品ですけれども、これちなみに読んだことある方いらっしゃいますかね。リアクションいただけますでしょうか。柴田さん読んだことあるんですけどね、大好きだという話でした。読んでます、はい、楽しみに読んでます面白いです。あ、いっぱい手を挙げてくださって、はい、はい、すごい面白いです。ぼちぼち、あ、でもそんなにたくさんの方読んでない感じですね、はい、意外といなかったですね、はい、まあぜひとも一話だけ試し読みしたって方いらっしゃいますけども、面白い、まあ、今日の話はほとんど最初の設定だけの話なんで、そんなに5名くらいですね難しいというか読み込んでる必要はないんですけれども、なんかこの怪獣8号という漫画の設定がすごく今の男性性をよく表してるなと思ったんで、ちょっと最初に紹介したいと思います。で、主人公は、まあ、日々のカフカっていう人物で、まあ、少年漫画なんですけど、32歳おじさんと言っていいのかどうか分かりませんけど、32歳の、という微妙な年齢っていうのが、まあ、なかなか突然革命的かなとは思うんですが、若くないっていうところですね、つまり。で、このカフカっていうのはどういう人物かというと、設定がですね、怪獣が出てくる日本、東京が舞台になっています。で、まあ、怪獣退治をする部隊がいるんですけれども、カフカはそっちではなくて、退治されて、退治されてしまった怪獣の死体処理をする業者、会社で勤めるっていう、まあ、そういう人なんですね。で、まあ、これ自体がなんかすごくコロナの、エッセンシャルワーカーというものに注目が集まったコロナ時代の空気をよく表しているなというふうには思うんですけれども、その時にすごく面白いというか、ある種典型的だなと思ったのがですね、このカフカと対照関係に置かれる、幼なじみの、アシロミナという女性がいるんですけれども、彼女はパリッパリ のエリートの戦士なんですね。でその日本防衛隊という怪獣をやっつける方 のバリバリの戦士っていう、まあ、戦う姫ですね。前回まで聞いていただいた方はまさに私が論じてきたような戦う姫っていう、ものの典型のような人になっていると。で、ここにタイトルで書きました、なんでこっち側にいるんだろう俺っていうのは、これカフカのセリフで、一日 その死体処理の仕事に疲れ果てたカフカはですね、自宅に帰ってビールの缶を開けてテレビを見てるわけです。でテレビ の今ブラウン管じゃないですけどモニターの向こう側にはこの幼馴染だったはずのアシロミナですね、まあ、かつて一緒に日本防衛隊に入って
活躍して怪獣をやっつけようとか言って盛り上がってた2人だったんですけど、いつの間にやら自分は死体処理業者で、アシロミナの方はパリパリのエリート選手っていうことになっていて、で、そこで彼が言うのがこのセリフなんですね、なんでこっち側にいるんだろう俺ということで、まあ、見事にその、ちょっとポストフェミニズムという話は後でしますけれども、あの前回まで、言ったポストフェミニズム的な、まあ、戦う、女性っていう、この、ある種典型化された、人物像に対して、エッセンシャルワークをしている32歳の俺っていう、こういう対立関係から出発してるんですよね。で、まあ、話としましてはそれで当然終わりではなくて、発端がですね、ある日、まあ、謎の怪獣がカフカの口に飛び込むっていう、でカフカが強力な怪獣に変身する能力を身につけると、まあ、この変身っていうモチーフはですね、今日ちょっと話せないんですけど、そこまで多分男性性を語る上では非常に重要なポイントになってくるので、まあ、次回以降というか次回で終わりなんですけど、次回もしもしくは質疑応答の時に時間でもあれば時間があれば言いたいと思いますけれども、まあ、そういう物語になっています。はい、それで、まあ、ここですごく典型的だなと思えるのは、この後説明しますポストフェミニズム的な状況っていうのは、簡単に言うと、まあ、女性がすでに、解放されて活躍をしているというふうに想定される、まあ、現実にどうかと思うかとして、表象の上で表現の上で想定されるような状況における、まあ、言葉は悪いですが負け組的な男性性と、まあ、先ほど の専門用語で言うと従属的な男性性の物語になっているというふうに読めて、まあ、これが非常に、まあ、それが先ほど言ったようなそのコロナ状況ということも絡んで、すごく現代的だなというふうに読めると思います。で、ちょっとまあこの対立関係ですよね、これを出発点に話をしていきたいなと思います。それで、この辺ちょっと前回まで来てくださった方には復習になると思うんですけれども、ここまで、断りなく使ってきましたポストフェミニズムですねというのは一体何かということで、私は前著の戦う姫働く少女の中で、まあ、この表紙もいろいろ語ってると思います。ナウシカっぽいあれですけど、ナウシカを出発点とするような、ポピュラーカルチャーにおいてはこう能力とかカリスマ性を持って、戦う、女性たちっていうのはずっとこう描かれ続けてきたわけです。で、まあ、現実の女性かどうかは別として、そういった表象にあふれていると、これをどう説明できるかってことを基本的には前の本でやったつもりです。で、まあ、それを私基本的にやっぱり 社会の変化ですね、ということと結びつけて論じていっておりまして、簡単な結論だけ申し上げると、そういった女性像っていうのがこの1980年代以降に、まあ、新自由主義とネオリベラリズムと言われるような、簡単に言うと市場万能主義だったり個人主義だと思うんですが、まあ、これもうちょっと後で説明します。それと、まあ、ポストフォーディズムと、これ前回、やったと思います。前回やったポストフォーディズム、まあ、柔軟な労働のあり方とか、コミュニケーション能力とか、コミュニケーションそのものを、とか、感情労働なんかも重視するような、まあ、新たな労働のあり方ですね。こういった中、そういった条件の中でのこの女性の解放、のことを、まあ、ポストフェミニズムっていうふうに、まあ、全てを持つって言いました。全てを持つのはその、あれですね、仕事も家庭も全部みたいな。そういう女性像っていうことなんですが、そういうものを、そういう意味での女性の解放こそが、ある種のフェミニズム的な目的の達成であるっていう概念ですね。これをポストフェミニズムっていうふうに呼んでおります。 ですので、まあ、かつての前説明しました第2波までのようなフェミニズムから少しだいぶ限定されるというか、現代的な労働市場において、活躍できるような女性像ですよね、を持つことこそが女性の解放であるというようなところに限定されたような意味でのフェミニズムという、ことをこのポストフェミニズムというふうに読んできました。はい。で、まあ、ちょっと概念的な説明が続いて申し訳ないですけれども、まあ、そういった状況ですね、新自由主義と80年代以降の新自由主義という状況で、まあ、女性性と男性性は、まあ、おそらく両方とも、まあ、ここまで前回まで女性性の話でしたけれども、女性性と男性性の両者が、まあ、同時にこう変化してきているはずであって、そのなんていうか全体的な変化というのを見ていきたいというところが、はい、ございますというところですね。はい。で、ちょっとですね、簡単に、今新自由主義というところを
おさらいしておきたいんですけれども、新自由主義の以前ですね、さっき言った80年代以前は何があったかというと、福祉国家と言われるあの体制でした、ウェルフェアステートと言われますけれども、私専門にしているイギリスだと50年代とか60年代、日本だともう少しあの高度経済成長後からその後60年代、70年代ぐらいでしょうかね、に実現、まあ、それぞれの形で実現した社会の体制だと思いますが、まあ、基本的には名前の通り手厚い福祉が国民に与えられるということもあるんですけども、まあ、あくまで資本主義の一つの体制であって、まあ、どういうことかというと国家が強く資本主義のその市場を統制するというようなそういう体制だと言っていいと思います。まあ、国営あのいろんな産業を国営化していって、丸分かりすると。で強力な、労働組合があって、その中で、終身雇用で働くみたいな、あのかつて の典型的な労働のあり方が実現したようなあの時代ですよね。で、今日のジェンダーの話にやっぱり深く関わるのはその続きのところで、まあ、個人主義っていう話で言うと、あの個人が社会にまあ依存すると書きましたが、まあ、社会が個人を守るっていうようなあのところが強かったりするんですが、そのジェンダーと働き方ですよね、というところではこの福祉国家化の典型像ですねとしてこの男性稼ぎ手モデルっていう、あのいうことが言われます。あの、まあ、これもあのそんな複雑な話ではなくて、まあ、残滓として今も残ってはいますけれども、一家の中で男性が主たる家計をあの担うと、外で働いて稼ぐということですね。で女性はどうするかというと専業主婦になるというこの性役割分業というものが行われていたということです。でこれは過去形で言いましたけども、それが完全に消えているわけじゃないですが、でもそれはどんどん今崩れ去っているというふうに認識していいんだと思います。はい、まあ、あの雑白ですがこれが福祉国家だとすると、でその後にこう来たのが新自由主義と先ほど言ったあのネオリベラリズムということで、時代としては1980年代以降で、イギリスだとサッチャリズム、アメリカだとレーガンですけど、日本だと中曽根ですが、サッチャーが言った有名な言葉に社会なんて存在しませんと、社会、さっき言った個人を社会が守ってくれるみたいなことはもうないんですよと、個人はこの市場の自由という、自由な市場の中で、個人として、できるだけこう頑張って生きていかなきゃいけないんですよと、国とか社会は守ってくれないんですよという、そういう話になってきたのは新自由主義と。90年代ぐらいですけど、日本でも自己責任という言葉が、これ、今当たり前の言葉として使ってると思いますけど、多分90年代ぐらいにわーっと出てきた言葉ですね。ですし、という、まあ、そういったものが新自由主義であると、しまして、で、先ほどのその男性稼ぎ手モデルですね、これに関して重要なポイントとして、この新自由主義時代っていうのは、まあ、先ほど言ったようにすべてが パキッとそこで変わったっていう話じゃないんですけど、変化ですね、としてこの男性稼ぎ手モデルってものが、まあ、崩壊していくと、まあ、逆に言うと共働き体制が、だんだん主になってくるということですね。で、まあ、そもそも雇用自体が流動的になって不安定になっていくということもあるんですけれども、もうそれも伴ってこう男性稼ぎ、かつての福祉国家的な男性稼ぎってモデル、男が稼ぐんだっていう、そういうモデルっていうのは崩壊していったということがあるわけです。で、まあ、前回までの話だと、そのポストフェミニズムっていうのは、フェミニズムなんだけど、もう片方で今言った新自由主義化ですね、男性稼ぎ手モデルが崩れて雇用自体が流動化してみたいな流れの中に、実はフェミニズムが、まあ、乗っかってるっていうと悪意のある言い方になっちゃいますけど、矛盾しないものになっていったっていう、事情があったんですよっていうようなことはこう前回までお話ししたところです。はい。で、まあ、今回男性性の話なんで、あくまで男性性にフォーカスしていくと、やっぱりこの男性稼ぎ手モデルっていうものが崩壊していくということですね。これが決定的に重要で、おそらくこの福祉国家化の男性稼ぎ手モデルにあった、ヘゲモニックな男性性ですね、さっき言った。で、おそらくその後にこう生じてきたヘゲモニックな新たな男性性みたいなものが存在するだろうと。で、そこを捉えていかないと、なんかこう、鎧単に脱ぎましょうと最初言ったやつですね、鎧脱ぎましょうという話だけだと、厳しいんじゃないかっていうね、ことを、まあ、この本全体で考えようとしたっていうことなんです。はい。ということで、
ちょっといきなり概念的なというか歴史的概念的な話が多く入ってしまいましたが、でその先に現在ですね、今どういう問題が生じているかと、まあ、これ私の見立てなんで皆さんがすっとなるほどって思うかどうかはよくわからないですが、まあ、聞かせていただきたいなと思うんですけど、まあ、今この男性性に関してすごく2つになんか分かれてる、道が分断していて、場合によってはすごくそれが分断を生じさせているような気がするんです。で、一つは何かというと、この男性、まあ、最初に言った鎧をちゃんと脱いでいきましょうって話ですね。フェミニズムの呼び声、まあ、公正の呼び声、これに応答して、この言葉よく最近も使われるんですが、有毒な男性性というトクシックマスキュリニティというものですね。まあ、有毒性というのはおそらく、まあ、私の解釈だと 人に毒を与えつつ自分も毒されているということだと思うんですけど、害を与えるような有毒な男性性というものを、まあ、変化させていこうと、無毒化していこうという、まあ、鎧を脱いでいこうと、こういう方向性が一つあるのに対して、もうそんなのには乗れないよと、とんでもないですと、無理ですと言って、まあ、ルサンチマンってことはちょっとここで使いましたけれども、従属化してしまった男性性についてのルサンチマンって、まあ、訳すと何でしょうね、恨みつらみとでも言えばいいんでしょうか。これは哲学者 のニーチェの言葉なんですけれども、まあ、恨みぐらいで考えていただければいいですけれども、そんなものにはついていけないということで、逆にもう逆切れと言いましょうか、ルサンチマンをこじらせていくような、ことですね。で、まあ、ちなみにその最初に言いまし提示しましたこの怪獣8号ですね、のこのカフカっていうのは、まあ、この2つの道に多分開かれてるんですけど、物語としては当然別に彼がそういったね、足の身はキラキラ輝いていて、自分は片や、従属化してしまった死体処理の、32歳だというので恨みを抱いて、そこでこの後言うような、 なんか暴力に走るみたいなね、ここ方向には当然この漫画なんでいかないですね。で、なんでいかないで済むかというと、まあ、この怪獣の力を手に入れるからなんです。まあ、ある種の漫画の、SF 的な設定の中ですけれども、力を手に入れる、能力を手に入れる、何らかのね、それによって彼は闇落ちしなくて済んでるっていうところはあるわけです。まあ、ちょっとこの能力っていう問題は後でちゃんと言いたいと思いますけれども、まあ、ひょっとするとこういうなんか2つの道に男性性っていうのは今分かれていて、分断がものすごく大きくなりつつあるんじゃないかという危惧が私の中ではあります。で、やっぱり1の呼び声っていうのは結構最近よく聞くような気がするんですよね。まあ、皆さんの感覚どうでしょうね。例えば、ちょっとブックリスト作ってみたんですが、最近のできるだけなんていうかガチの専門家、その男性学の専門家が書いたわけではない、男性性に関する、まあ、男性性の反省ブックリストって名付けてみましたが、男性性ちょっと考えましょうねと、最初から言っているようなその鎧を脱いでいきましょうねっていうことを基調とするようなライト目の本って結構出てる印象なんです。で、まあ、ここにいろいろ挙げておきました。武田佐哲さんのマチズムを削り取る、今度は私対談する方ですけども、とか、ね、以下いろいろ、なんか今日杉田さんの名前が見えましたが、はい、この辺の本、まあ、ひょっとすると読んだことある方もいらっしゃるかもしれないです。どうでしょう皆さん、リアクションボタンでこの中どれか読んだことあるっていう方いらっしゃったら、はいはい、いらっしゃいますね。はい、あ、だいぶ、あ、だいぶ多いです、ね、だいぶ、はい、多いですね。じゃあだいぶ関心のある方は多いのかなというところですけども、まあ、この辺の本がどんどん出ていて、盛んだなと、まあ、私の来週出そうもその流れの上に乗っかろうとしている感じなのかもしれませんけれども、まあ、こういう本が結構出ていて、まあ、必ずしも今のリストの全部が、単に鎧脱げっていうだけの話じゃないんですけど、まあ、でもそういった、格好の本っていうのはいっぱい出てきていて、やっぱりこう男性性考え直しましょうねと、有毒な、男性性、というものですね、はちょっとまずいでしょっていうことですね。で、最初言ったようにそれこそが実はフェミニズムの問題でもありということが、だいぶ広まってきていると思うんですね。
で、それはそれで素晴らしいし進めていけばいいんですけれども、やっぱり2の方ですね、そこに乗れなくて闇落ちというかルサンチマンというか抱えてしまうような、ものっていうのをどうすればいいんだろうってことは考えずに済ますわけにいかないと思うんです。で、単に否定すればいいのかと、そんなものはあなた正しくないですよと、意識低いですよと言って否定すればいいのかっていうと、それはまずいだろうっていうふうに思うんですよね。で、まあ、もう片方で、まあ、男性、まあ、それを否定して、まあ、そうは言っても男性っていうのはもうどこまでも、ね、突き詰めたとマジョリティ的な存在なんだから、反省し続けるしかないんですよと、その特権を手放すっていう、ことしかないんですよと、いうことでいいのかどうかですね、まあ、まずは必要なんでしょうけど、それはそういう反省は必要なんでしょうけど、まあ、それだけで終わるのかどうかっていうことだし、やっぱりこう私がこの今度の本の中で注目したのは、この中でこの丸一と丸二の、まあ、道に分かれたところで、まあ、男性内部での分断というのはすごく起きている可能性があるということですね。それをこう考えていかないと先に進めないなということを、思っております。それで、ちょっと作品の云々っていうところに行く前に、まず丸一ですね、の方から、これもご存知の方も結構、本、先ほど挙げた本結構読んでる方もいらっしゃるんで、この辺はもう知ってるよという話になるかもしれませんが、多くの方にとって。一応ちょっとですね、丸一のその男性性の反省っていうのが今に始まった話じゃないっていうのはちょっと確認しておきたいなと思います。で、いうわけで少し歴史の話になって、できます。メンズリブから男性学男性性研究へということで、まあ、これまで男性性をめぐるどういう反省とか運動とか学問とかねあったのかという話をごく簡単に見ていきたいと思います。で、時代としてはですね、まあ、よく言われるやつは90年代ぐらいから語り起こすこと多いんですけど、私もちょっとね70年代ぐらいからまで遡れるというふうに見てますし、そこまで遡るのは重要だとも思ってます。というのはなぜかというと、まずは、その男性性の反省って具体的にこうフェミニズムですね、前回までやりました、まあ、特に第2波ですね、フェミニズム、60年代から80年代ぐらいにあった第二波フェミニズムに応答するという、その声に応答する形で出てきたということですね、が抑えられるべきだと思います。でちょっとその後の話はもうすでに言ったことですけれども、まあ、そこでフェミニズムのこの批判とか声に対してマジョリティ的なこの男性性っていうのをどうしていくかってことがこう基本問題として出てきたということですね、まあ、これ自体もずっと今まで変わってないと思います。でちょっと繰り返しになりますが、コンネルは言うようなそのヘゲモニー的な男性性をどうやって脱ぎ捨てるかと、男の、まあ、この場合檻と書きましたが、まあ、鎧ですねをどうやって脱ぎ捨てるかっていうところで、まあ、ジェンダーという概念が重要になったっていうのは言った通りです。で、メンズリブというものがありまして、これウーマンリブっていう、リブっていうのはリバレーションですね、解放っていうことで、ウーマンリブってワマンズリバレーションムーブメントっていう女性解放運動の略だったんですけども、これ第2波フェミニズムの、別名ですね、はい。で、名前の通りこのウーマンリブの、まあ、影響のもとに、メンズリブという男性の解放運動っていうのが出てきたという歴史を簡単にちょっと見ておきたいと思います。で先ほど言ったように、遡ろうとすると70年代ぐらいまでちゃんと遡れるかということで、まあ、これちょっといちいち細かくには見ませんけれども、次回ちょっとねイクメンって話は次回やろうと思ってるんですけど、面白いのがやっぱりこれ最初男性性反省して男性もその男性あすいませんね男性の解放ですね、リバレーション何から解放されるかって やっぱりこの男性性の、まあ、鎧なり檻ですね、にとらわれていることから男性自身が解放されなければいけないということですけれども、まあ、その一手として最初に出てくるのがこの家事育児型の男性運動ということで、78年に発足した男の子育てを考える会っていう、いうのがありまして、まあ、最近で言えばイクメンと言われるような男性が、外で働くだけではなくてどうやってこう子育てとか、まあ、家事労働ケア労働こういうものに、参画していくかということを問題意識として最初に出してきたっていうのは、まあ、面白いところだなというふうに思います。はい。
で、まあ、個人として単に参加するということだけではなくて、まあ、ここにはこの性役割 分業というものが存在するので、そういった制度自体をこう問い直して、そこから男性が解放されていくことを目指すというようなまとめができるかと思います。で、それ以外にはですね、80年代には、今はもうやってないんでしょうけど、昔はね、それなりの年齢の方はご存知かもしれませんが、日本のサラリーマンですね、マンです、男性たちが、アジアの国々で売春ツアーをするみたいな、ことが昔はありました。で、それに反対する男たちの会っていうのが、88年にあって、まあ、この場合には相当にやっぱり性的な局面で の男性の加害性、加害者性ですね、これが非常に強調されていたということかと思います。はい、で、それに 対してと言っていいのかどうか分かりませんが、91年、よくまあそのメンズリブの歴史で出発点にされがちなのが、91年のこのメンズリブ研究会というものの、発足です。で、これもこのまとめ方は雑把かもしれませんが、メンズリブ研究会というのは、まあ、先ほど のアジバイというアジアの売買主に反対する男たちの会のような、ひたすらに男たちを加害者的なもの存在、としてだけ 見るということではなくて、まあ、男たちがこう男らしさっていうジェンダーによって傷つけられた、男たちもある種の被害者であるっていうね、そこをこう強調したっていう側面が、一つ新しかったというふうに言えるかもしれません。はい。で、まあ、こういう歴史をちょっとたどってみましたが、歴史の勉強しましょうっていうことではなくて、これをこうずらり今3つですね、見てみると、まあ、結構ここまですでに言ったようなその男性性に関する問題意識の問題点みたいなのは結構もう出揃ってると言いましょうか、いう気がするんですね。はい。まあ、そういうふうに今書いてきました。加害性被害性っていうことですね。男は一体ひたすら加害者なのか、それとも男も、ジェンダーの体制の被害を受けてるっていうふうに言えるのかどうかですね、というような問題点ですね、が、まあ、結構今なんていうか、せり出してきているような気をするんですけれども、はい、まあ、それが、新しい、今出てきたというよりは、結構歴史があるんですよっていう話ですね。で、このメンズリブ運動っていうのは、まあ、メンズ、当事者運動、男たちによる男たちのこの、解放のための運動ということだったわけですが、そこから、さらに学問的な、動きが出てきます。で、それの呼び名として、男性学と男性性研究というものが90年代以降、盛んに、まあ、それ盛んにといってもフェミニズムほどじゃないですね、フェミニズム、学問的フェミニズムほどには男性学っていうのは盛んではないと思いますけれども、それ自体は問題だと思うんですが、もっと盛んにやるべきだったんだと思うんですけど、まあ、それはともかく男性学、男性性研究と、まあ、男性学と男性性研究って何が違うのって結構やる人によって、やってる人たちはかなり意識して使い分けてるんですけど、まあ、それは時間があったら話せればと思います。まあ、ここに挙げていたような本ですねが、その男性学男性性研究の、初期の、名著たちということになります。はい。それで、ごめんなさい、ここでしたね。で、先ほどと同じ、のにちょっとプラスアルファということですが、まあ、というわけで丸一ですね、のそのフェミニズムの声に応答して男性性というのを考え直していこうという動きがで、あって、メンズリブ男性学男性性研究はそういう努力をしてきたという話をしました。で、そうすると丸二の方ですね、はどうなるかってことですね。そこでこういう男性になってきましょうっていうものがいろいろ出てきたんだけども、それに乗っかれないと言いましょうか、応答できない人たちはどうしたらいいのかっていうことですねを考えるために、ちょっと一つですね、引用を読んでみたいと思います。これ、赤字で示しましたが、1989年っていう段階ですね、80年代の終わりに書かれた文章です。で、男性学の挑戦っていう、まあ、男性学の本、初期、まあ、最初期の本ですね、のに、で、中川さん。はい、名前大丈夫だとちょっと違ってたかもしれないんですが、男の鎧というまさに論文がありまして、でそこでこういうことを書かれていて、私結構衝撃を受けたんですね。89年という段階だということをちょっと
あの頭に入れ強んでいただくといいんですけど、ターザンより優しくて知的な男の方が好きという女性の言葉は、これちょっと文脈があるんですが、あのさよならターザンだったかなっていう、あの、あそうですね、中川さんの川が、すいません字が違ってました、失礼しました、あの三髄の私の方の川ですね、はい、やっぱりそうだった、違ってました。で、ターザンですけど、ターザンというのはまあベタにマッチョなあの男性性ですね、旧来的な男性性で、それよりも優しい知的な男の方が好きという女性の言葉っていうのは、その、あの先行するそういうインタビュー取って女性たちがそういうことを言ってるという研究があるんですけど、その言葉は往々にして弁慶詩、弁慶詩というのはですね、これ60年代のアメリカの、ドラマの主人公です。で医者なんですね。で医者ですからミドルクラスで、ターザンと弁慶詩が今あの対象化されてるんですね。ターザンがムキムキマッチョだとすると、弁慶詩は、まあ、まさに優しくて知的でコミュニケーション能力高い、そういう女性っていうことなんですが、それを言い換えて弁慶詩というのはサービス化、消費社会化とフェミニズムの構成、まあ、構成という言い方をしてますけれども、受け止めて手直しされたアッパーミドルクラスの男性像、専門職管理職への、男性像への好意の表明であるだろうと。実はそうした男性像こそが現在の危機を乗り切って新たにヘゲモニーを持ちつつある男性性のモデルであるということを言っています、まあ、つまりもうあのムキムキマッチョの男性性と、先ほど有毒な男性性といった時に想定したような男性性ですよね、そういうものがこれ89年ですよ、89年の段階でもうあのヘゲモニーを握ってないっていう話をしてるんですね。でそうではなくて、これ階級と結びつけられるのは重要ですけど、あのアッパーミドルクラスの優しくて知的な、サービス化とか、これサービス化っていうのは前回までの話で言うとあのポストフォーディズムのことなんですけども、ポストフォーディズム化とか、消費社会化とかでフェミニズムの構成ですね、フェミニズムの声、これによって手直しされたような中流階級的なあの男性性ってものが実はヘゲモニーもう握ってるんだっていう話ですね、があって、あのそうするとなんていうか、あの実はもう事実として、まあ、こういった男性性の方がだいぶ長い時間をかけて、日本って未だにね、確かにそのねターザン的な、あのマッチョな、ね、男性性の毒みたいなものがあの現代日本社会でもあのいろいろとあの問題になってるとは思うんですけれども、その裏側でそういうあのなんていうか目立って、ダメだな男性性の裏側で、ある種のヘゲモニーを握ってるあの中流階級的なこういう男性性っていうのは存在するんだということが あるんじゃないかということなんですね。でそういうものに、まあ、やっぱこう乗っかれない男性っていうのが、いて、これはもうぶっちゃけたところ階級問題なんですね、おそらくね。先ほど あのこの新たな男性性っていうのはアッパーミドルクラス的と、するならば、それに乗っかれない人たちっていう、あ、ごめんなさいね、のが存在して、まあ、これちょっと直結させるのは不穏というか良くないかもしれませんが、でも去年あたりいろいろ起きた、おそらくこれも男性性問題だと思えるような事件ありましたね、特に電車の中でそれが起きるっていうのが、特徴的ですけれども、8月にあった小田急線での、事件ですね。でこの時犯人がですね、かなりちょっとショックなことを言ってまして、幸せそうな女性を見ると殺してやりたいと思うようになったみたいなことを言うんですね。これこれもちょっと不適切な比較かもしれませんが、最初に示した、怪獣8号のですね、カフカ君がこうならないとは限らなかったわけですよね。幸せそうな女性というのは幼なじみの、アシロミナっていうふうに考えるならば、まあ、彼にはこういう道もあったかもしれないっていうことですよね、を思わざるを得ないと。でそれから、10月には京王線でありました、これも私いつも使ってる電車で起きたのでショックでしたけども、でご存知かもしれませんが、あの場合は、まあ、ちょっと被害者は男性でしたけれども、犯人がですね、映画のジョーカーのジョーカーの主人公を、模した服装をしていたっていう、これがなかなか衝撃的だったということがありました。まあ、ジョーカーについては後でちょっと言いますけれども、はい。で、まあ、これをですね、こういったまあ犯罪、目立つ犯罪を、なんか一つの原因に還元してはいけないとは思うんですが、どうしてもここまで説明してきたような、そのポストフェミニズム的な社会、
まあ、おそらくルサンチマンを抱いている男性たちにとっては、女性が優遇されてるって思い込んでしまっているような社会ですね、それに対するこう恨み、ルサンチマンの爆発みたいな側面がをどうしても読み取らざるを得ないなという気がします。はい。で、まあ、本当に、まあ、ここでそれを出すのもあれかもしれませんが、女性優遇っていう思い込みって本当に根深くてですね、まあ、大学で私教えて、まあ、言いまして、まあ、ジェンダーとかフェミニズムですねとか多様性っていうことは講義でやったりするんですけど、もうハンデをしたように、女性専用社労のことをコメントで書いてくる、まあ、基本的に男子学生っていうのがいて、あれはこう女性 の、 優遇であって逆差別であるっていうような言い方ですね、押してくるのがもう 100% コメントとして返ってくるのは、まあ、どこで学んでしまってるのかどうか分かんないんですけれども、そういったなんか風潮をよく表してるなという気がします。はい。で、時間がすでに相当経ってしまってますので、ちょっと駆け足にします。まあ、今言ったジョーカーですね。この作品もそういった、マイノリティ化した男性性、もしくはマイノリティ化していると思い込んでる男性性。まあ、ジョーカーの場合はどこまで思い込みかっていうのは微妙で、ジョーカー自身がすごくやっぱり社会に虐げられた存在として描かれてますので、そこにはまあ神聖なものがあるかもしれませんけれども、まあ、相当にそれが最後に民衆の爆発的な暴力をの起点となってしまうということで、かなりショッキングな作品だったなというふうに思います。はい。で、ここでちょっとここまでのまとめをしておきたいんですけれども、少しちょっと、サラ・バネット・ワイザーという、学者 の、 引用を見ることで今までの話をまとめられるかどうかというところで、ポピュラーフェミニズムとポピュラーミソジニーという本がありまして、ここでそのサラ・バネット・ワイザーは次のように言ってます。で、ポピュラーフェミニズムというのは、ほぼポストフェミニズムとこと私はずっと言ってきたものだと思ってください。まあ、かなりポピュラリティを得ているフェミニズムですね、可視的になっているフェミニズムということなんですけど、でポピュラーミソジニーという、ミソジニーというのは女性嫌いということですね、まあ、先ほど の、 幸せな女性を見たらみたいな、あれはまさにミソジニーなわけですけれども、まあ、そういったものがポピュラー化したもの、まあ、ポピュラーフェミニズムへの反動として出てきたようなポピュラーミソジニーって話をしているんですが、それがこういうものなんだって言ってるんですね。で、仕事への自信を持つことへの経済的成功への個人の能力についての新自由主義的な考え方を利用していると。で、両者がその能力を実現するための主要な障害としての傷を負っていると考えるということだと、それを言いたいんだと。で、つまり、能力と傷ってのはどういうことかというと、女性たちは性差別によって傷つけられ、男性たちはフェミニズムと多文化主義によって傷つけられていると。こういう、こう、対応関係というか、対応関係というか、まあ、別の世界線の分断ですけれども、があるということを言ってるんですね。つまり、前半で言ってるのは、かなりポストフェミニズム的な概念だと思います。まあ、女性が性差別で傷つけられる、これはまあそうなんでしょうけれども、ただこのサラ・バネット・ワイザーのようにポピュラーフェミニズムによれば、まあ、それさえこう取り除けば、あとはまあさっき言った市場の中で、能力を発揮できればフェミニズムの目的は達成されるんだっていう話ですね、になってきてると。で、それに対して男性たちの能力と傷、まあ、ちょっと能力の話は出てこないですけど、どういう傷を負ってるかっていうと、このフェミニズムと多文化主義に傷つけられてるんだというような概念が、まあ、これバネット・ワイザーは真実として言ってるんだ、そういうふうにみんなが思ってるっていうことですね、を言っていて、この辺をこう解きほぐすことが今非常に重要なのかなというふうに、まとめることができるかなと、まあ、うまいまとめになってないかもしれませんが、ちょっとここまでの話をまとめてみました。はい。まあ、まあご覧くださいということで、メンズリーブ、男性学、男性性研究と、加害者性のもとを見るか被害者性のもとを見るかという対立があって、で、現在その対立がポピュラーミソジニーという新たな形を取ってしまっている可能性があって、で、その中ではフェミニズムとか多文化主義、というものが、まあ、男性性に傷を与える、まあ、男性性を従属的なものにしてしまうようなものとして捉えられてしまうということですね。で、ですが、それはちょっと全体的なその新自由主義と
という状況の中で、で、まあ、ある男性性がヘゲモニックなものになる、先ほどの中川さんの引用 のミドルクラス的な男性性ですよね、に対して従属化した男性性の問題として、まあ、全体的に投稿を捉え返す必要があるだろうということですね。はい、でそこで重視したいのが、この次 の階級的分断という問題ですね。男性内部の階級的分断に目を向けていく必要があるだろうということで、すでに、9時に迫ってるんですが、もうちょっとだけすみません、時間いただいて、まあ、そのような分断とか、新たな男性性との交渉みたいなことを複雑に表現した作品というのが、まあ、いくつか挙げられると思うんですね。それをちょっと分析していきたいと思います。はい、そこまで大丈夫でしょうか。だいぶコメントが今日は暑いですね、今日は。ちょっとだいぶ活発にコメントいただいて、時間もしっかり残して応答したいと思います。はい。はい、アナ雪ですね、は、私、初回でしたっけ、扱ったんだと思いますが、あ、どうでしたっけ、記憶がどんどんなくなっていく。初回から。はい。やっぱりポストフェミニズム的な作品の典型として扱ったと思うんですけど、そこで多分扱ってなかった、一人のキャラクター、男性キャラクターにちょっと注目をしてみようと。クリストフですね。まあ、アナをこう、と恋をして、アナを助ける存在のクリストフですけれども、まあ、このクリストフの扱いひどいっていう話が結構あったんですね。で、おそらくこのクリストフもここまで言ってきたような従属化してしまった男性性みたいなものをよく表現しているだろうなという気がしてます。で、今ざっと示しましたのはクリストフに関して歌ってるトロールっていう森の高二たちが歌ってる歌ですね。タイトル何でしたっけ、愛がすべてじゃない、愛さえあればでしたっけ。放題はそうなんですけど、現代はフィクサーパーという、現代になってて、フィクサーパーって何かというと、なんだろう、要修理物件とでなくせるのか、修理すれば大丈夫なやつみたいな。で、このクリストフっていろんな欠点があるんだけど、まあ、フィクスアップすれば、その修理さえすればいいやつだよと、結婚しなよっていうふうに、アナに勧めるっていう歌なんですよね。で、その歌詞がひどくて。まあ、赤字で示したようなところはだいぶひどいんですよね。無様な歩き方とか、不機嫌な喋り方とか、ちょっと匂うとかね、まあ、身体的な、まあ、いかにもこれは男性の身体的な、ものですよね、を描いてるんですが、ちょっと真ん中を置いておいて、こちらです、こちら、あ、今、ポインター見えてないのか、すいません、これで見えるかな、この辺ですけれども。ここまでちょっと話は広げられませんが、He's socially impaired っていう言い方をしてるんですね。Impaired っていうのは、英語で言うともう障害者ってことなんですよね、これ。Socially impaired。だから、きつく書くと、社交障害を負っているっていうことなんですね。まあ、もう少し柔らかい訳もできるんでしょうけど、人付き合いが苦手とかね、その程度で訳すことはできるのかもしれませんが、まあ、結構すごいことが、このディズニーの歌詞の中に。出てくるんですね。まあ、最後仕上げにアンマンリーブロンズネスって言って男らしくない金髪なんてことを言われてるわけですけど、なんでしょうね。ここでその社交障害、ソーシャルインペアーズっていう、まあ、彼はなんかすごく田舎の青年で、コミュニケーション能力はそんなに高くなくて、打ち切れっていうようなそういう設定なんですよね、になっていて、なんかそれがすごく現代においては従属的な男性性になってしまっているということを、まあ、このクリストフという人物は表現しているかなというふうに、思います。で、まあ、ひどいひどいと言っているだけじゃなくて、じゃあ、なんていうか、クリストフっていうのは、より新たな、ここまで説明してきているような新たな状況に、自らの主体性を調整したような男性性を持っているのか、持ってないのかっていうのは、ちょっと考えたいところなんですけれども。で、それを後で考えるとしまして、鬼滅ですね、の話もしておかなきゃと思います。鬼滅の刃に関しましては、これちょっともう皆さん読んでるっていう、ある程度ご存知だっていう前提で話を進めてしまいますけれども、ちょっとひっくり返るようなセリフがありまして、この主人公の、がですね、俺は鬼と戦ってすごい、
負傷した後のセリフなんですが、俺は長男だから我慢できたけど次男だったら我慢できなかったっていうことで突然言うんですね。で私はひっくり返ったんです。私は三男なんで、じゃあ三男はどうすればいいんだみたいなあの感じですが、突然長男みたいなことを言い出すと、今時ですね、これはどういうことなんだろうっていうのがあったんですね。で、まあでもそのこの作品全体は、最後まで読んでる方ご存知の通りなんですけれども、あのだいぶこう父的なものをこうあの継いでいくと、で家族ってものを回復すると、まあこれがテーマになっているといえばそうなので、まあ、非常にそういう意味では古めかしい価値観 の, あの家族っていう価値観の、しかも 父ですよねを中心とする家族っていう、価値観の作品っていう、まあフェミニズム用語で言うと、まあ家父長制ですよね、にこう回帰するような作品という部分があるのかなっていうふうに読めば、まあこの長男って言い出すことは、納得できるのかもしれないんですけど、あのそれだけじゃやっぱりないだろうということですね。それだけで現代の作品は成立しないだろうというところがあります。で、その辺のこう繊細な部分を見ていく必要があると思うんですけど、まあ、例えばその強さですね、という問題を考えたときに、実のところこう主人公の炭治郎っていうのは、まあ、強さっていうものを純粋に追うような、キャラクターじゃないんですよね。まあ、むしろこう強さをあの追求するのはあの悪役である鬼たちっていう、ある種フェティッシュ化された強さを求めるという、ね、ことをするのは鬼たちだし、まあ、バガボンドの行き詰まりって書きましたけど、あの宮本武蔵の漫画のバガボンド今止まっちゃってますけどね、あの純粋な強さを追求するみたいな物語が破綻しちゃうっていうのが現代なんだなっていうことがよくわかるっていうことですけど、じゃあその代わりに何持ってきてるかっていうと、やっぱり家族になるわけですよね。でまあその炭治郎をはじめとする主人公たちっていうのは、まあ家族を守ること、炭治郎の場合はあれですね、あの根豆子を守り続けるということをこの強さの一つの、まあ、動機、としてくるということですね。でただし、そういった強さですね、あの誰かを守る強さみたいな、これもそんなに新しいかって言われると新しくもないですね、というところはあり、あのまあ、よくありますよね、あの守らなきゃっていう、守るものとしての強さみたいなものっていうのは昔からよくあったある種の男性性の形なんですけど、それともまたやっぱり、違うものが出てきてないかっていうのは私の見立てです。助ける存在、まあ、助力者ということはこの後使いました。助力者っていう存在なんだけど、自分自らのひたすらあの優位性ですよね、男性としての優位性を確認するためのその助力というのではなくて、あの根本的に従属的になってしまった、立場から助力者としての男性性をなんとか保存するぐらい、あのそれぐらい の, あの助力者性っていうものが出てきてるっていうのが私の、まあ、この後ちょっと他の作品もざらっと見ますけれども見立てで、あのこの金滅っていうのはそのさなんていうか先端にあるのかなという気がしています。はい、というところですね。で、その助力者って話をささっと、してしまいたいと思いますが、あの助力者的な男性性って、あの80年代以降ぐらいですね、あの先ほど言ったあのメンズリブとか男性学と同じぐらいの歴史をあの古い歴史を持った、キャラクター造形だと思うんですね。で、ここでやっぱりジブリだと風の谷のナウシカで、アスベルっていうあの脇役 の, だあの男の子いますし、あとユパっていう男性ですね、おじさんがいますけれども、まあ、この2人っていうのはポストフェミニズム的な戦う姫 の, あのナウシカをひたすら助力する、ここにアイデンティティを最終的に見出すというね、あの漫画版だとユパはネタバレしちゃいますけど、あの、ナウシカの道をこう目指しながら自らはもう死んでいくっていうことですよね。でアスベルもなんか愛しい風使いとかなんとか言いながら、あのすごく最後は脇役のままで終わってしまうみたいな、あのそういう助力者性みたいなもので、を持ってるということだし、ここに図を示しておきました、あの千と千尋 の, あの顔なしですよね、これはそういったその助力者、あの女性主人公を助けたいっていう、こういう欲望のある種暴走に見えるということですね。ちょっとプロットのどの部分かというのはあの、
時間もないので言いませんけれども、ご覧になった方は納得していただけるんじゃないかと思いますが、助けたい助けたいという その欲望が暴走したようなキャラクターが顔なしとして見ることができるしと、まあ、振り返るとトットロもそうですね。トットロも女性主人公たちを助力する存在っていうことになりまして、まあ、トットロが女性的な母親的なものなのか父親的なものなのかっていうのはちょっと意見が分かれるような気がしますけれども、まあ、この読みだと男性的な助女性を助力する男性性っていう、文脈で読むことができるかなと思います。もっと最近のちょっとジブリから離れますと、マッドマックスって最近新作の怒りのデスロードっていうのがありまして、かつてのシリーズだとこの主人公のマックスっていうのは、まあ、先ほどのあれで言うとターザン的な男性性ですよね。もうマッチョなハイパーマスキュリンな男性性だったんですけど、この新しい作品だと、女性たちをひたすらこう救う役割を追うっていうことになってますし、あとターミネーターも新しい新作が最近できたんですが、そこで出てくるターミネーターですね、シュワルツェネッガーが演じるターミネーターですけど、彼も、今回はひたすら女性たちの連帯を下支えするっていう救うっていう、立場で出てきます。まあ、こんな感じでなんていうか本当にもう男性キャラクターっていうと女性助力者っていう立場しかないと。で、助力者っていう立場だから従属的なのかと、主人公女性に対して従属してるのかっていうと、まあ、おそらくそうではなくて、助力者になることによって、その男性性、男性としてのキャラクターっていうのを保存するっていう戦略が取られているっていうふうに私は見ているということですね。まあ、ある種この積極的な欲望、助力者となりたい積極的な欲望があるんじゃないかということですね。はい、それで、鬼滅の刃に戻ってきますけれども、炭治郎は私の読みがあれ正しければ、まあ、そういった意味での、単なるマッチョに救う人っていう、守る男っていう意味ではない助力者っていう、性格を帯びていると同時に、まあ、長男であると、家父長であるっていう宣言もするっていう、ある種先進的な男性性とすごく旧来的な男性性の両方を持ってるっていう感じがするんですよね。で、それこそ今の、まあ、私はポストフェミニズム状況と言ってるところでの男性性の再編の2つの側面を表現してるんじゃないかというふうに思います。で、それはどういうことかというと、先ほど の中川の人ですね、でありましたようなそのミドルクラス的な優しく知的な男性性、まあ、これはおそらく助力者的な男性性の側面であろうと、この側面と、まあ、これは先進的ですね、おそらくね、新しい、まあ、意識が高いといいましょうか、そういう男性性で、それに対して、そういった状況、ポストフェミニズム的なものから取り戻されるべき、旧来的なその家父長、まあ、もしくは稼ぎ主ですね、かつてのね、福祉国家下における稼ぎ主的な男性性、というもの を両方こう共存させようとする戦略っていうことですね、を炭治郎のセリフはやろうとしていると読めないかということですね。で、この辺はちょっとあまり根拠なく言ってるわけではなくて、現代 そのポストフェミニズム状況というのはそういう先進的な新しい意識高いものと結構旧来的なものですね、のが共存してるんだよっていう話はアンジェラ・マクロビーという論者が言ってることで、まあ、ダブルエンタングルメントだっていう表現をしてるんですけれども、まあ、現代のその新自由主義家の、こういったジェンダーのポリティクスにおいては、この先進的なものと保守反動的なものがこう同居してくるっていうことはよく起きるんですよという話ですね。まあ、それを見事に表現しているような、気がするという、まあ、そういった読解を鬼滅についてはできるかなと思います。はい。で、今言ってたその助力者っていうのはやっぱり まとめ直しますと、新たなそのヘゲモニックな男性性ですね、先ほどの中川 の引用にあったようなヘゲモニックな男性性に、まあ、対応して、どうやってこう男性性を保存するかっていうね、保存戦略、として、あるのかなと思ってます。
で、もうちょっと時間ないのでここはザザッと言っていきたいと思いますが、残りビースターズで話したかったのは、その男性性をこう保存していく、従属的になっていった男性性を保存していくためのもう一つの戦略として、この多文化主義的なものにちゃんと対応した主体を作るっていうことがあるんだっていう話をこのビースターズという漫画にかこつけてお話をしようかなと思っておりました。で、あとでまだ時間が余ればちゃんとやりたいと思いますが、はい、ビースターズっていうのはね、擬人化された獣たち、草食、肉食動物と草食動物の物語で、まあ、この主人公の、あれですね、レゴシという廃炉王家ですね、の主人公、というのは、まあ、草食系の男子なんですね。ガツガツしてない草食、肉食動物であるくせに草食系であるっていう、そこが面白いところで、で、まあ、この表紙にある、ね、春といううさぎに恋をしつつ、でも、なんか肉食動物という設定になって、食べたいっていうことと、まあ、恋をして、セックスをしたいっていう、これが、この2つの欲望が、ぐちゃぐちゃに絡まり合ってよくわからないような漫画になってるんですね。でそこがポイントで、そういった主体性をどうやってこの、レゴシが乗り越えるかっていうことですね。肉食的なものをどう乗り越えるかと。で性格的には草食的なんで、まさに今言ったような彼自身のレゴシ自身のおっとりした優しい性格っていうのはすごく現代的な男性性なんですよね。でその裏側にこの獣としての肉食動物としての欲望というものが存在していて、その2つの間のこの葛藤をどうやって交渉していくかということが話の出発点としてあるんですよね。でこれまさにここまでお話ししたような男性性ですよね、の分断をこのレゴシという主体の中でどうやって、解決していくかっていう物語として見ることができるだろうと。でその時にちょっとも時間ないんでこれでおしまいしますが、多文化主義的なものですね、まあ、この場合はこの種族の違いという動物としての種族の違いっていう話に、横ずらしはされてるんですけど、多文化主義的なものにこう応答していくことのできる主体性というものを作り出すっていうことが重要になってくるっていう話を、まあ、したかったっていうことですが、ちょっとこれを全部やるのは時間なさそうなので、残念ですがちょっと、ここで一回切ろうと思います。今ちょっと文献についてご質問があったんで示しておきますが、こちらです。アンジェラ・マクロビーの、文献というのは、アフターマス・オブ・フェミニズムという文献で、これ英語なんですけど、もうすぐ、翻訳が出るはずです。翻訳はずっと進んでるのは知ってますので、翻訳はそろそろ出るはずですね。はい。文献については以上です。すいません。最後、ぐだぐだになってしまいましたが。とりあえず1回切って、あと15分ぐらいしかないので、はい、チャットが盛り上がってましたので、それに応答したり、しながら、行きたいと思います。はい、一回お返ししましょうか。はい、共有は、先生、はい、はい、そうですね、はい、共有は一回切っていただきますか。はい、はい、毎回毎回というか盛りだくさん、本当ありがとうございます、はい、そしてチャット欄もそうですよね、すごく盛り上がっているので、基本的にあれですね、質問をベースにちょっともし飛ばしちゃってたら申し訳ないです。どこら辺からですかね。これかな？どうかな？最近話題のスパイファミリーにおけるスパイ、黄昏ですね、ロイドさんですね、は、まあ、ヘゲモニー的な男性性なのでしょうか、同様にサザエさんのナミヘイさんもヘゲモニー的な象徴でしょうかと。うん、スパイファミリー、ロイド・フォージャーどう読むかっていうのは、まだちょっとよくわからないといえばそうなんですけど、疑似家族ですよねっていうのが面白いなと思っていて、疑似家族で、しかも、夜さんは料理ができないじゃないですか。で、ロイド・フォージャーは、そうですね、そうなんですよ。夜さんは疑似家族なんだけど、ジェンダー役割っていうものは全部外していくみたいなところがちょっとあって、夜さんはできないけど、それについて、多分確か、ロイド・フォージャーは 何一つ別に言わないし、それが問題だとも思わないみたいな感じですよね。で、彼が料理作るっていうのが当たり前っていうのが、まあ、ある種、なんか今時ですよね、その点だけは、うん。っていうのは言えるなっていう気はしますね。で、私もすいません、スパイファミリーをまだ今、
漫画で最初だけと、今アニメになってるとこしか見てない、その先どうなるか知らないので、その先で何か言えるのかもしれませんけど、やっぱり細かいキャラクタライゼーションっていうのを見たときに、その辺すごく今時ですよねっていう気はします。で、まあ、波平さんもですね、はい、確かに波平さんって課長で、家父長の典型みたいな、昭和的な、まあ、今日の話で言うと福祉国家的な中での家父長の典型みたいな、見方が取れるかもしれませんけど、実はなんか、サザエさんについて取材を受けて、たことがあったときにいろいろ見てたら、初期のサザエさんもものすごく面白くて、結構波平さんをですね、船さんがやっつけるんですよね。お、船さんものすごく強くて、なんか衝撃的だったのが、波平さんのちょんって髪の毛を 船さんが波平さんを組み敷いて、ちょん切ろうとするみたいなエピソードとかあるんですよ。アイデンティティが。あれなんだっけ、昔の浮気じゃねえや。昔の恋人の写真を持ってたか、なんかかな、波平さんが。で、それを見た、船さんが怒って、波平さんの、なけなしの一本を植木ばさみで切ろうとするみたいな回があるんですよね。これ、最初期の、まあ、そもそも最初期のサザエさんって、ノリがかなり違っていて、かなりブラックというか、なんていうか、なユーモアに溢れてるので、まあ、そういう違いもあると思うんですけど、時点で結構なんていうか、それほど今我々が想像するような福祉国家下における伝統、構えた波平像みたいなものとはではなかったと思いますね。で、今我々が了解するような波平像は多分、アニメ化された後だったんですかね。アニメで人気を得ていて、でちょっと具体的に何年ぐらいとか言えませんけれども、おそらく70年代とか80年代ぐらいに作り上げられていたキャラクターなので、細かく見るとちょっと違ってたりするかもしれないですけど、まあ、ただ我々にとっては昭和的な親父とか言うと波平さんだったりしますよね。であとはまあコミュニケーション能力の話は今日できなかった、能力と傷っていう話をしましたけれども、現代的なその男性性の重要な、側面としてコミュニケーション能力の高さっていうことですよね。コミュニケーション能力が必要だっていうことはあって、でこれは前回言ったようなポストフォーディズムと感情労働の時代にやっぱり男性も応答していかなくちゃいけないというところだと思うんですよね。で、まあ、例えばそこでこうかつての男性性の典型としてよく言われるのはあれですね、ビールの CM の男は黙って札幌ビールってやつで、男は黙ってていいんだと、コミュニケーションなんか必要ないんだというやつですよね。で、まあ、それの象徴としてコピーはよくね使われると思いますけれども、今やそんなんじゃダメですよっていう、男性もコミュニケーション能力というものをちゃんとこうね、持った主体に足らねばならないっていうこう要請というのが出てきていて、でそれ自体はまあ重要なことなんですよね。フェミニズム的な観点からすると、これはあれですね、デイビッド・グレーバーが前回言いましたよね、これ、この話前回あれか、質疑応答でしたような気がするんですけど、デイビッド・グレーバーのあれですね、官僚制のユートピアかの中で、その解釈労働ということを言っていて、コミュニケーションにおけるなんか相手の気持ちの解釈みたいなものを女性がやっぱりやってるっていう、やらされているっていうことですよね。で、そういった感情労働的なもの、を男性も受け持ちましょうっていうのはある種フェミニズム的だし、まあ、男性学的というか、メンズリブ的な問題系ではあるんですけど、それはそれで重要で、もう片方で、前回までやったようなコミュニケーション中心的な資本主義の要請っていうものもあって、でそれにこう男性も応じなければいけないっていう側面もあると。だからこのなんか両輪をちゃんと見ないと、とにかく男性もコミュニケーションしていきましょうっていう掛け声だけだときついっていう話ですよね、なのかなと思います。はい、ちょっと話ずれました。ありがとうございます。はい、じゃあちょっと下の方行きますね。ちょっと、ちょっと待ってくださいね。感想であったり争いとかっていう話もね、少し盛り上がってました。これはどうしてこんな話になったんでしょう。戦争。そうですね、男性と女性の、うん、
なんか争いみたいなところが、うん、きっかけになってちょっとこうヒートアップされてるなっていうところで、ちょっと先行きます。ちょっとここ、はいはい、まあ、質問があれば、うん、はい、そうですね、質問が朝子さんちょっとあのいっぱいコメントがあって、どれがどれだ、文献情報先ほどのスライドで大丈夫だ、うん、あれ、じゃあこのハッピーさんのこれか、ちょっと読み上げますね。今夜のアジェンダから離れるかもしれませんが、セックスとしての男性性、女性性を大切に考えることはマイノリティになっていくのでしょうか。個人的にはジェンダーという性の考え方を支持するものの、例えば視覚的にセックスにおける男性性、女性性が見分けられなくなった際に、人生のパートナーを選んだ後に、実は生物学的に子孫を残そう、イコール子供を作ろうとする欲求が叶えられないケースも派生するかもしれません。あくまでそのカップルが抱える個人の問題なのかもしれませんが、そういう状況が顕在化した際の社会としての対応というか反応がどんなものになろうかと考えたりします。こんなことを考えるのも今夜の男性性の二面的な表れでしょうか。小野さんはどうお考えですか。はい、そのセックスジェンダー区分という話でいうと、あのやっぱり、一つの極端というんでしょうかとしては、あのどこまでもジェンダーであると、あの作られたものであるっていう、あの生物学的なものっていうのはあるかもしれないが、とりあえず括弧に入れて、そもそも生物学的なものでさえも社会的にいろいろ作られて、あの、うん、いると、医学の言説とかそういうもので作られてる部分があって、でそれを見なくちゃいけないっていう見方は確かにあってですね、まあ、社会構築主義っていうんですけれども、これをでその社会構築主義っていうのは進んでいった時に、あのじゃあ本当に生物学的なものって ないっていうことでいいのみたいな話に当然なってくるんですよね。でなんかそこですごく今 ある種の対立が生じてきてしまってる部分があって、ではっきり 言ってしまうと、これやっぱりあのトランスセクシュアルの問題ですというかね、トランス差別とかトランス排除の問題ですね、というのがあって、あのそこにこう帰結してしまってる部分があると思うんですね。で、まあ、これはちょっとすごく根深いというか広い問題なんで、今この時間でちゃんとしたことを言うのはかなり難しいとは思うんですけれども、まあ、一つだけこうやっぱり重要なのが、途中で言ったことなんですけれども、あの社会構築主義って、ジェンダーであると、性というのはもう社会的に作られている部分があって、変えうるみたいな、話を文字通りに受け止めてしまうのはかなりまずいのは確かで、なんていうか構築されているものかもしれないけど、容易にそれ自体変えられるものじゃないっていう側面があるんですよね。まあ、これはちょっとなんていうか、あまり抽象的に言わずに、なんか実感で考えていただけた方がいいのかもしれませんけど、あの男性なら男性で、やっぱりいろいろね、ジェンダーで構築されてますよね。なんか日頃の歩き方とか、なんかそういうレベルの話ですけど、喋り方とか歩き方とか、そういうレベルのことを考えていただいたときに、長年かけて培ってしまったものを簡単に手放せるかどうかっていうことを考えていただければ、まあ分かりやすいのかなと思いますけど、構築されてるけど変えられない、ほとんど身体のようになってるジェンダーってものがあるということですよね。まあ、その辺をなんかぶっ飛ばしてというか、しまって、ジェンダー変えられますみたいなことになってしまうと、変な話になるなっていうことですね。まあ、ちょっとご質問というか、の意図にちゃんと答えてるかどうか分かんないんですけど、そういうことを思いましたね。でもうちょっとあれかな、ご質問の、うん、あんまりなくないですか、これあるのかな、パートナー選んだ後に実は叶えられないケースっていうのは、どういう場合でも、まあ、起こりうることではありますよね、これはね。なので、どういう場合を想定されてるのかっていうのが、にわかにわからない。社会的には少なくとも、それは、なんていうか、許容するしかないっていうことしか言えませんね。どういう、社会的にはそれを、どういうセクシャリティだろうが、どういうジェンダーだろうが、あるものがダメですよっていうことは言っちゃダメでしょっていう、それしか言えないですね。はい、
ね、難しいというか、うん、結構複雑なもので、ちょっと残り時間大丈夫ですかね、皆さん。一応あの予定では半までなんですけども、できるだけ拾っていけるといいなと思っているので、はい、次のところ、ちゃいますか。次はアマリリスさんからですかね。MeToo ムーブメント以来、さまざまな女性の声が上がるようになったと思いますが、その力関係として、加害者と言われる男性側のプライバシーが明らかにされることが目立ってきたのが気になりますと。ここで男性側、いわゆる加害者と言われる側のプライバシーはどこまで守られるのか。もし何もしていない人がそのプライベートな会話などを明らかにされることの問題性についてどう考えていけばいいのかと考えていますが、先生は何かお考えをありますでしょうかということですね。はい、まあ、まずはこれはあの 的、うん、法にあの従った適正な手続きをしなさいっていう話しかまずはないんですけど、まあ、ただおっしゃってる場合っていうのはそういうもので守られない場合ってことだと思うんですよね。 でもこれって男性のプライバシーは守られなかったら、被害者女性のプライバシーも守られてないわけじゃないですか、その場合って。だからやっぱりダメですよね、それはっていうあのことをとりあえずは思ったんですけど、あのご質問の意図はそこにはないでしょうかね。はい、うん、そして ありがとうございます。はい、どうします？一旦質問を受け取って、ね、打ち切った後に結構皆さんこうドバドバドバっと出していただいて、ちょっと一旦、ね、お時間迫ってきたので、うん、新規の質問すいません、ちょっと一度止めさせていただいて、はいはい、先生ちょっとあのパート見ていただいて答えられそうだったら今出ているものを少し広く、簡単にこう、うん、あの男性学と男性性研究ですけど、あのこれはちょっと人によってまた違うかもしれませんけど、私の了解している範囲だと男性学っていう場合には結構当事者的なものが強くなるかなっていう気がします。男性当事者っていうなんかアイデンティティっていうのが強調されるあの場合な気がしますね。で、男性性研究ってもうちょっと客観的になるというか、一旦そこから離れてあの客観的な学問として、まあ、やりましょうということかなという気がしますね。で、うん、そうですね、いやあのとても良い質問がいっぱいあるような気がするんですけど、パッと答えられない感じがするんですよ、ね、これかな、うん、あのターザンより優しい知的な女性の男性の方が好きという引用が、まあ、女性の視点である語りであるっていう、で女性視点からのヘゲモニー的男性性であることが気になりましたと。で、男性学がフェミニズムへの応答から生まれたということからも、ヘゲモニー的な男性性は、まあ、女性の交換行為を獲得することが重要になってくるのでしょうかということがあるんですが、あのやっぱりなんか今日やりたかったことは、まずはその男性性の反省というのがあのフェミニズムの呼びかけだったり、まあ、まさにこの、ね、この引用に表現されているような 女性というまあ、とりあえずこう言っちゃいますが他者ですよね、男性にとっての他者からの呼びかけに応答するっていう形で行われてきたんだっていうことですね。で、最終的にはそれって1段階目だと思うんですよね。まずは他者からの呼びかけを受けて自らの主体性を反省するっていう、まあ、この段階必要なんでしょうけれども、それだけで終わりっていう話ではおそらくなくて、そこからこうあの弁証法っていう便利な言葉ありますけど、まあ、他者自分ではないものからこうある種の否が突きつけられた時に、そこで自らを反省してまた別のものへと、作り変えていくっていうこういうプロセスっていうのが、起きてあの来るべきだろうということですね。でそれが進んだ時には、まあ、単に、他者への応答というかリアクションですよね。で自らを変えたり新たな主体性を作るということじゃない、ちょっと抽象的になりますが、よりまさに主体的な、主体の作り変えってことがあのできるんじゃないかってことですね。そこを、まあ、見据えていかないといけないっていうつもりで、あのとりあえずはあのなんていうか、男性性への反省っていうのはそういう他者の呼びかけっていうのへのまずは応答として出てくると。でその次っていうのもあの考えなくちゃいけないっていうことかなと思ってます。はい、そうですね、まあ、ちょっと他にもいろいろあの面白そうな質問があったんですが、時間的にもこんなところでしょうか。はい、じゃあ最後そうですね、
先生のイベントの紹介をして、はい、で、リベラルアーツ委員会の次のお知らせをして締めようかなって、そんな流れでいきましょうか。先生、じゃあ、チャットの方に一応リンクだけ先にお送りさせていただいたので、はい、軽くイントロダクションだけしていただいてもいいでしょうか。はい、ですね、散々紹介してます新著が26日に出るということで、それに関してとそれとはまた別のイベントがこの後いろいろありまして、少し紹介させていただければと思います。チャットの方に太田さんに投稿していただきましたが、新著に関しては武田佐哲さんという先ほどちょっと著作をリストの中に挙げておいたんですけれども、の、トークイベントということで、これ6月の2日でしたかねにオンラインで、行いますので、よろしければ、書籍付きのチケットも売ってますので、よろしければどうぞというところです。で、リンク先にありますと、あれですね、マルディナリア書店という書店ではまだやってないんですけど、サイン本も売ってくれるということなので、よろしければぜひというところです。で、それからまたちょっと違う話なんですけれども、次の投稿にあります、英語圏児童文学会というところで、漫画の3月のライオンっていう将棋の漫画があるんですが、それについてちょっとお話をしようと思っています。で、ここでは、今日あまりできませんでした、働くことをですね、労働のあり方、現代的な労働のあり方ということと、もうこれ男の子が主人公ですので、その男の子の成長っていうことですね、をどう考えるかって話をしていきたいと思いますので、今日の話プラス、前回 の感情労働とかコストフォーリズム労働みたいなことと、結びつくような話をここでしようと思ってます。で、これはちょっと学会ですが、外からでも来ていただけますし、ちょっと有料になってしまうんですけれども、もし興味があればというところでご紹介しておきたいと思います。はい、以上です。ありがとうございます。そしたらちょっと画面をいただいて、私から上から最後の案内とさせていただきます。皆さん、今日も長時間遅くまでお付き合いいただきましてありがとうございます。とても現代の問題なので、皆さんも活発に議論していただいたと思いますし、まだまだ答えがある問題ではないと思うので、それぞれの意見をこうそれぞれの価値観で考えていただくのがまず大事かなというふうに思っていております。今回のシリーズ全4回のシリーズになっているんですけれども、先ほどチャットにお送りさせていただいたリンクが次回の来月の回で、一応シリーズとしては最終回を予定しております。ぜひままご参加いただけると嬉しいです。で、あともう一度ちょっとチャットにお送りしますけれども、過去2回の方参加されてない方で、これはなんていうんですかね、現代のとこだけ切り取るというよりは、本当に歴史的に事実っていうのを知っていきながら考えるのがすごく大事だなっていうことで、先生にも4回にわたってお話ししていただいているので、1回目2回目も見られてない方、ぜひ見ていただけると嬉しいです。 YouTube のアーカイブの方をお送りしております。今日の回もこの後3回目をアップしようかなと思っておりますので、見逃したところがある方は見ていただけたらとても嬉しいです。はい、ちょっと急ぎ足になりましたけども、今日はこちらで終了となります。本日も皆さんご参加どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。また次回お会いしましょう。ありがとうございます。拍手の、ね、反応ありがとうございます。ありがとうございます。